専門工事業者の社員がお亡くなりになりました件につきまして、改めましてご冥福をお祈りするとともに、ご遺族の方々に対し謹んでお悔やみ申し上げます。私どもはこの度の事態を重く受け止め、当現場において働く作業員たちにとって働きやすい環境を提供するために今後とも努力してまいりたいというふうに思っております。作業従事者の健康管理体制の整備についてご説明させていただきます。作業員の健康管理を支援すること、そして高齢の作業員や持病を抱えている作業員に対して自身の健康に向き合える環境を提供することを目的としまして、当建設現場内に看護師を常駐させた健康相談室を設置いたしました。時間外労働時間の短縮化を促す方策といたしまして、建設現場内休憩施設などを原則20時に閉所することを5月から継続して実施しております。で、次、あと時間外労働の短縮のところで詰め所原則20時閉所とあるんですけど、これ原則とは20時以降残っちゃう場合も多々あるということで、これにつきましては、例えば夜間でしか搬入ができない特車に絡む車であったり、生コン等の左官の押さえとか、特殊な形が夜かかる場合がございます。それについては、残業申請を出して社員立ち会いの下でやらせていただくと。過労死した彼はですね、確か現場を出てですね、その後事務所に残って作業をして長時間労働になったと思うんですけども、そういう建設現場外の管理等は行わないでしょうか。それにつきましては非常に、難しい問題でございまして、例えば平日月曜から土曜日まで当現場で従事している作業員がいたと。ところが日曜日には他の現場に行ってやってる形を取ったという場合については、私どもはやっぱり把握できないわけでございまして、あくまでも現場の入退室の間の管理をさせていただくと。その中で先ほど申しました通り、一歩踏み込んだ対策としましては、8時近辺まで頻繁に残っている人に対して私が直接ヒアリングを行って、例えば仕事上で書類が多くて残業になっているとか、そういうことがあった場合には、例えば元請けとしてできることをやったり、その他、事業主に対して、残業が多くなっているからちゃんとフォローしてくださいねという連絡を入れたりというのを繰り返し今行っております。そもそも工事が始まる時期がですね、いろいろあって1年以上遅れたっていうようなところがあって、現場に負担がいってるのかなというのは明らかだと思うんですけど、工期を延ばす必要性を感じているかどうか、今の時点でお聞きしたいと思うんですが、今回の工期の設定というものが、今回大変痛ましい並した事案についての要因になったとは認識はしてございません。専門工事業者とヒアリングしながら、労務の山積みであったり施工計画を繰り返し1年かけて、計画立案しております。おかげさまをもちまして今現在予定通りに進捗しておりますので、特にそれにおいて負荷がかかっているという事実はないというふうに思っております。